何かを感じたかい？何も。私はアンドロイドです。スピルバーグのレイダースを見て人生が変わりました。9歳から映画を撮っていますが、影響を受けた映画のほとんどは僕が生まれる前の作品です。この映画では自分の原点に立ち返って彼らへのリスペクトを最大限に詰め込もうと思いました。フロンティアは僕にとって一つの集大成です。お前ならどうする？大切な人に何かあった時そばにいてやれなかったら。撮影のスケールはこれまで以上に大きくなりました。エキストラを大勢呼んだり、車をスタジオに入れてのスクリーンプロセス、宇宙船のミニチュアを使った撮影も行いました。どれもドラマにリアリティを持たせるため、観客の皆さんにはその質感を存分に味わっていただけたらと思います。命を捨てる覚悟で、それが宇宙飛行士だよ。フロンティアは夢、時間、そして生と死についての物語です。いつだって誰かが大切な人の帰りを待っている。一人でも欠けていたらこの映画は完成しませんでした。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんには 4K カメラで撮影した美しい映像とともに壮大な SF ドラマを堪能していただければ嬉しいです。